勝ちました。チュニジア戦 2-0 勝利。シュートは実に16対1ということで、先生これは完全勝利と言っていいんじゃないかと。ね、本当ですね。ランララララランって気分ですね。素晴らしい。そしてなんか多彩だね、先生、選手交代を含む。本当そうですね。いろんな戦い方見せてくれて、朝の動画、本チャンネルでね、先生出してくれてます。そちらもご覧いただきたいなと思って、そちらでね、先生解説してくれてますけれども。いやー、嬉しかったのがやっぱりね、清吾選手ゴール、しっかり決めてね、うん、なんか笑顔が戻った感じもありましたしね。そうでしたね。もうその後はもうなんかいろんな選手がいろんなポジションでね、今までと違った戦い方、うん、逆サイドに入ってきたりとか、久保選手が左右流れたりとか、うん、もう竹ちゃんというね、もう王様でしたね、今日はね。ほんとそうだったね。後ろにも森田、ね、そして遠藤というね、選手を、うん、グラデュエーターを引き連れて、華麗なる舞を、ね、うん、前の選手たちに、前のスピード、アタッカーたちにね、ボールを供給し続けて楽しそうでしたね。楽しそうだったね。ああいう風にこう、ね、自由にやらせたら、まあ、とんでもないですね。相変わらず。ちょっとすごかったね。竹システムでした、今日は割と攻撃は。いや、結構そうじゃないですか。ね、ね。いやー、だから日本代表、まだまだいろんな顔があるんだな、みたいなね。でも、だからなんか、いる選手次第でちょっと戦術変化もさせられるから、はいはいはい、ほんと多彩ですよね、やり方がね。で今回左ウイングがね、なかなか欠員が出た中で、うん、まあ、今日は旗手選手からスタートして、うん、ね、そして我らが佐野拓磨もね結果出しましたし、ね、ちょっと浅野拓磨すごすぎましたね。後半ね、頭で上田の凄さ見せつけといてからの浅野入れてみたいなで、竹がえぐって伊藤で決めるみたいなね。あそこのなんか、ね、やり方、えぐかったですね、森保監督。えぐかったですね。ね、もうなんか分かってるのか分かんないけど、楽しかったな。楽しかったからいいかっていう感じですね。いや、本当だね。いや、そして町田選手をその後ろにしか入れて、うん、センターバックのね、うん、っていう変則的なやつもあれば、うんうん、菅原ね、幸成選手をね、ウイングに最後は上げるという、いやありましたし、なんかこれ競争も促しながらね、そうだね、皆さん全ポジションの皆さん安心したらダメですよ、全部競争ですよっていう、いや思うね、もうやりながら、しかも点取ってからみんな変えたりとかね、古橋も、そうだね、あ、結構多いよね、森保さん。ね。多い、多い、多い。各所良い。そして勝利もしっかり掴み取って、課題も置いていく。なんかいい仕事してらっしゃいますね。してるね。今日は今頃飲んでてほしいな。飲んでいいと、ななみさんとかと飲んでてほしいな。そうだね。ななみさんあたりが言いそうですけどね。いやいや、いや、いいよって言ってる森保さんに。いや、監督、今日は飲みましょうよって言いそうですよね。今日は飲みましょうよって。コーチ陣とかね、裏方のスタッフをねぎらう気持ちとしてってのでね、そう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 、あってほしいなぁ、解散してからじゃないと、ね、まあ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 、ね、いやー、そうですか。しかしなんかまだまだいろんな顔見せますかこれ。いや、あると思うよ、いや、俺まずちょっと自分もちょっと自分自身としてもね、代表チームの戦いですかこれが、なんか一緒にずっとやってる感じのね、ね、なんかさ、俺あちょっと自信をね持ったシーンがあって、はい、これ本編で話さなかったやつなんですけど、はいはいはい、ちょっとソシーダやったなって思いました。 ありました、そのシーンが、うん、交代していろいろ交代した後半でしたけど、はい、要は浅野がやっぱりちょっとおやるさばるっぽい感じをやっていて、うんうんうん、で伊東純也がちょっとインサイドハーフまで落ちる瞬間があったんですよね。うん、はいはい、見てね、だから伊東純也がブライス・メンデスですよ、要は。ああ、そう、伊藤純也な、結構もう中入って、あんなのあんま見たことないもん、逆サイドから。そうそう。伊藤純也、はい。だちょっと左、センターフォワード2人がちょっと左にだいぶ寄ってるソシエダみたいな感じで。久保、オヤルサバル、ブライス・メンデスのシーンがあったってことですね。そうです。だから、浅野がオヤルサバル、上田綺世が、まあ、去年でいうセルロートの役目をやっていて、竹がダビロシルドは剣ですけど、まあ、竹ですよね。得点シーンは、じゃあ、オヤルサバル、久保、久保、ブライス・メンデスって決まったわけですね。そうだと思いますね、僕はあれ。確かに伊藤の位置がおかしい。旗手の位置も、みたいなのありましたけどね、前半は。おかしいというか、うちに入ってくる。ね。
そうですね。だから、で、プラスメリーノとスビメンディを森田遠藤渡るだなって思いながら、だからソシードじゃんって思いながらちょっと見てたところがあって。いいですね、先生。いや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 。どうかしてるよ。すごい、そんな風に見れたらな。でもだから、ね、あと朝の動画でも言いましたけど、この間ね、動画で。星座とか考えたの、先生みたいな人だよね。空の星見て、水亀みたいだな。お牛だな、あれはって、何言ってんの、お前はって言われたんでしょ、最初ね。すごいっすね。いやー、嬉しかったですね。トラップミドルプレスも実際にやってたなと思うし、はいはい、以前動画で出してね、昨日、今朝の動画でもちょっとちらっと言いましたけど、うんうんうん、アジアでの戦いやりつつ、やっぱり世界を知ってる選手たちの所属チームのやり方なんかもやってんなーってのすごい感じましたから。テンナーはすごいけど、そんな、だって所属チームは他の怪人さんもいっぱいいるわけで、それで代表チームがあるわけでしょ。そうだね。できるもんなんすか、そんな持ち帰って、そんな。だからなんか、あるんでしょうね。これが日本の底力ですか。いや、そうだね。戦後高度経済成長時代築いた、うんうんうん。コピーしてもっといいものを作るという。だこれだから日本人のさ。協会とかもすごいわけですか、これは。いや、そうじゃない。だからなんかその遣唐使遣隋使的なその感覚値みたいなのって今でもこう脈々とこう日本人の血として流れ受けてるのが。資源がない国ですからね、これね。そうだね。おじいちゃんみたいなこと言い出しましたけどね。まあ、そのスピードとチームの体制がすごいわけですね。はあ。だからまあ、強いて、この日本代表を、うんはい、より破るチームみたいなものがこう出てくるとすれば、うん、例えば、やっぱその IT 力がちょっとすごい、うん、要はもう、俯瞰としては、日本今それでもここちょっと、あのできてない部分があるからとかってこと、すぐさにこう瞬時にいろんなものを直していけるとかっていうチームでも現れたら別かなと思いますけど、でもそうじゃないから、よほどな本当フランスアルゼンチンクラスだけはもう無理だと思いますね。はあ、いや今日は楽しかったな、一番楽しかったかもな、日本代表の試合の中で。いやーねー、楽しかったっていうか、びっくりしたっていうかね。そうだね、おうおうおう、こんなに抑えつけられんのかっていうね。僕なんかだって狙いが分かりやすかったとこもあったしね。確かにね、めちゃくちゃあったね。おうおうおう恐ろしいわ、恐ろしいね。怖くなってもう引いてます、ちょっと。そうだね、なんかうまくいきすぎてね。いや、そうだね、でもだからまあ、強いて言えば早いところ、うん、あれっすね。今ほら、やっぱボランチとセンターバックのところでさ、まあさ、はいはい、冨安、板倉、森田、遠藤、渡るはちょっと僕は、ワンランク、ツーランクというか、歴代の同じポジションの皆さんの中でも多分、トップ4って言っていいレベルかなって思って、うん。ああ、そうですか。うん。ユニットとしても。そうですね。ああで、町田くんとやっぱ谷口さんあたりはもうちょっとね、センターバックそこに準ずるところまで来たなと思うし、うんうん、田中もいるし、伊藤敦樹なんかもだんだん入ってきてるかなってのがあるけど、うん、やっぱ伊藤敦樹にはもうちょい代表での経験も積ませてあげたいところと、うん、あとはセンターバックなんか5番手、6番手、ボランチの5番手、6番手みたいなものが出てきたらもう完璧だなって思いますね。そうですか。でもやっぱほらね、そう、日本のやり方がってことやね、だからね、持ち帰ってチームに落とし込む力がすごいんだね。そうなんでしょう、同じチームにいるんだから、外国の代表だって。確かにそうだ、それ以上のチームにもね。代表チーム向きなのかもしれないですね、日本人っていうのは。そうですね、ある意味ね。いやー、すごいね、すごいね、ため息出ちゃうね。ため息出ちゃうね。だから、幸せだわ。ね。だからまあ、今回さ、本当は課題として露出する可能性があったの、ほら、はい、左ウィングで、うん。ほとんどほら、三笘と中村敬斗しか左ウィングって出てなかったわけなので、それでじゃあ、緊急事態ですよ、今回。本当だったらね。今回それをね、言い訳に勝てなかったとかでも、まあ、しょうがないかなっていう。感じもありますけど、ね、結果出して見せましたからね。ちょっとすごい。新しい戦い方も、オプションも発見して。そうだよね。うんうん、左サイドバック町田、左ウィング浅野、旗手安藤浅野、はい。で、右ウィングにマイクマ菅原。はいはいはい。いろんなことやったね。やりましたね。発掘して、馴染ませて。馴染ませて。はあ。そうだね。うまくいきましたね。
行きましたね。ね。あと、まあ、なんか練習でもね、実はなんかいくつも他のポジションやってるみたいですよ。あ、そうですか。もう右も左も関係なくみたいなね。うん、だ橋岡くんなんかが最後ね、はい、右サイドバック入りましたけど、はいはいはい、左もやってるみたいなんで、うんうん、だ最後だから入ってもおかしくはなかったですよね。はいはいはい、後ろを3バックで谷口、富安、町田にしちゃって、うんうんうん、右ウィングバック菅原の左ウィングバック橋岡だっていけた可能性はあるんですね。うんうん、はいはい。だそういうオプションまでやりだすともうですよね、ちょっと、うん、面白いね。いや本当だ、うん、いやもうぜひ26人に戻してもらいたい。本当だよ、ね、この面白さを続けたい。本当だわね。いやまだ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 なんかこれからさ、まだまだ多分やってくるじゃないですか。はい、それこそあのボランチってさっき言いましたけど、うんうん、ボランチでもさっき言った4人とあと川辺選手以外で言ってもさ、松木玖生選手とか、ね、藤田千葉選手、ね、はいはいはい、あと福井太一選手とかも来るわけで。本当ですよ。まだまだいるから怖いよね。怖いよね。怖いとか嬉しいよね。嬉しい。いや、でも偉大な先輩になっちゃいましたね、俺ね。超えていかなきゃいけないってこともあります、ね。そうだね。先人のやり方を、ね、ジャパンズウェイみたいな、ついていく形もあるんだろうけど、うんうん、とらわれすぎないことも大事でしょうね、これね。良さを出しながら。そうでしょうね。今日の多彩なパターンを見ますと、なんか人に合わせていろいろまた作っていくんじゃないかみたいなね。いいものは残しながら、秀のタレは引き継ぎながらみたいな、うん、そんな感じを感じましたよね。やるでしょうね。うまいことね、次も育てながら。でも本当やっぱ各チームでうまくいってることみたいなものは、うんうん、それをやっぱり代表スタッフの皆さんが、うん、うまくこう咀嚼して取り入れてやってるのがすごく見えるので、ある種謙虚さって最近ね話題になりますけど、はいはい、日本のサッカー、世界のサッカーに対する謙虚さ、ヨーロッパサッカーに対するね学ぼうという姿勢が、うん、こういう感じ選手もね指導者も一つにしてんでしょうね。そうでしょうね。これやっぱ代表監督偉い人が来ると、俺のやり方があるから、うん、お前らのチームのやり方もあるけど、俺のやり方があるから。っていうのが逆に、それを阻害することもあるんでしょうね。うん、それはまあいいことでもあったりする、一つになったりするんでしょうけど、うんうん、本当の意味で今、ね、日本がこう、いい時を迎えてるっていうのは、それどこなんかなって思うんですね。そうだね。でもこれは難しいですよ、本来。本来ね。ええ。先週に何でも言ってよくて、みたいな、聞いて。うんうんうん、だっていろんな人の意見があるわけだし。そうだよ ね。で逆にこれ誰か竹なんかが偉くなっちゃうと、これこのバランスで保たれないかもしれないよ、としたら。ほんそうだね。そうなの。その怖さもあるのも、うん、ああ王様になっちゃうっていう今日思いました。ほう、いやそれは素晴らしいしね、褒めたいけど、うん、こうなんかこうすごくなんていうの、奇跡的なバランスの上に今成り立ってるような、だから水差すわけじゃないですけど、いかにこれをね、うん、続けていただけるかっていうところもある、ね。間違いないね。正直、今、ワールドカップやったら、うん、ベスト8じゃないよ。もっといける？もっといけるよ。やりましょうよ。やりましょうよ。どうですか？やってくださいよ。今やったら、ね、いくよ、ほんと。そうですか。そうですか。そうですよ。ねえ。だから、でも、ほんとそうだね。まだまだ先見てるって感じでしたもんね、みんな。インタビュー聞いてもね、だからやっぱね、はい、その第二次森保ジャパンの魅力でもよく言ってるけど、はい、今はそのほらヨーロッパ3大会 ECL、はい、CLEL これの3つに参加したのがまあ日本人20人いるけど、うん、これがだからやっぱ5、60になった時どうなんだって話ですよね、やっぱね。まあその言うようにやっぱり誰かが王様化しちゃうっていうケースはあるかもしれないし、うん、大丈夫のような気もしますけどもね。日本なんか行けそうな気がしますけどね。そうですね。そうだな、でもやっぱうまくいってる国っていうのこそだから難しくなってくるっていうね。それは強くなって、それはもうそれはそうずっと何かがね、ずっと強いチームなんかないわけだから。うんうんうん、ちょっと待って、もうこんな心配までしてきちゃう。だから幸せすぎて、別れを思っちゃうみたいな、そういう感じあるでしょ、だと。いや、ね、そのレベルだもんね、もうね。激ヤバだわ、まね。付き合ってる子が可愛すぎて別れたらどうしようみたいな、そうそんな感じなのよ今。皆さんどうですね。そうだね、ほんとね、頼もしいの一言なんですよね。もういいあの通路に並んでる時の表情からもうさ、うんうんうん、頼もしいの一言ですよこれ。
そうだね。よかったな、うん。いい顔してる。日本人ってこんないい顔できるんだと。世界に向かってっていうさ、うん、そういうところに我々の胸は震えてるような気もします。そうですね。はい。ありがたい。ありがたい。頑張ろうって思いますし。うん。ね。うん。うん、ありがたいな。あとはね。ええ。また来月から今度こそ、また国を背負った戦い、まあ、二次予選が始まるので、うん、楽しみだねこれもね。そうですね、うん、まあ、今回シリアとミャンマーですか、シリアとミャンマー、はい、対戦することになるのが、うん、なんでちょっとねどうなるか、政情不安みたいなところとかも国のところでありますし、問題もねいろいろ出てくるから、ね、はい、だからちょっと国次第ではちょっとね各チームから呼べない選手とかも出てくると思うから、それがちょっとアジアめんどくさいところかなってあるかもしれませんけど、またこれね予選になると、まあこの最初の予選だからあれだけども、なかなかまたこれね違った何かがあるから言うて、そうね、ね、うん、こないだだって大変だったんだからね、そうだね、アウェーでサウジに負けた時とか、うんうん、もういけないんじゃないかと思う。もうあそこからよく立ち直ってここまで来てくれたと思ったら、もうお母さんもう涙が。え、ね、?2 年でここまで強くなるのかっていう。2年ですか、あれから。ちょうど2年、サウジ戦からで言ったら。吉田麻也さんがね、サウジの、現地のヤジに最後、それは言っちゃいけないだろう、みたいな。抗議する、みたいな、あそこからね。2年でここまで来たよ。2年ですか。いやいやいいね。うん。うん。あとまたね、もう激しい戦いがきっと待ってることもあるでしょう、うん、これは。いや、あるよ。うん。ちょっと普通の世界との戦いとは違うし。そうでしょう。うん。でもやっぱそうなってくると、うんうん、やっぱこう、ポジションレスでやれるってのはちょっといいよね。ポジション、そうですね。こんなに中央無尽なの。あとは、モチベーションと競争意識がやっぱりね、段違いだと思いますね。そうだね。いや、そうだね。チャンスある気もするし。うん。あいつがいても、こっちのチャンスもあるんだって思えるんじゃない？そうだね。一軍二軍あえて作らないんだよっていうメッセージが、なんかこう込められてると言いますかね。いや、そうだね。もはやこっちもどっちも一軍って思ってるからね、なんかね。いや、マジで全員一軍だ、本当。いや、そう、それが楽しいですよね。ほんとそうっすね。うんうんうん。またもう海外でもいろいろこう記事出てるみたいで。ちょっと私です。大好物なの、それ聞かせて。ちびちびお酒飲んでた、それ見ながら私いつも。だってこんなのが出てまして。いいですか。旗手レオ、チュニジア戦の縦横無尽プレーを海外称賛。うん、ポジションの魔法使い。いや、いい。そういうのくださいよ、海外の皆さん。形容詞をくださいよ、お願いしますよ。そういうのやっぱいいよですよね。かけ雲についても書かれてないですか？かけく、あ、その前にまず、あと、中村敬斗選手が松葉杖なしでもう自力で歩けるようになったそうです。よかった。よかったね。あ、そうですか。あ、歩いてたから、うん、いや、今日立ってたからね、あ、大丈夫なのかなと思って。そうですよね。じゃあ、そんな長くはないってことですね。ですね。あ、ね、次、スタートランス戻って1試合はこうベンチスタートとかあるかもしれないけど。ボンジュール兄弟再結成でお願いしますよ。ボンジュール兄は今日決めてますからね。あら兄弟で決めて帰ったんですね、1点、1点、1点。そうだね。うん。いいなぁ。そうだね。ね、その辺もちょっとゆっくり見ていきましょうよ、これ。そうですね。いや、もう連夜のフィーバー9月10月シリーズ最高でしたね、先生。最高でしたね。ありがとうと言いたい、とにかく。マジで森保ジャパンありがとう。そうだわ。ねえ。いや、ありがたい、ほんと。ありがたい、ありがたいばっか言ってますね、我々ね。ほんとそうだね。なんか。ねえ。でまただからね、うん、ちょっとその皆さんが、今週末からまたリーグ戦の方に所属クラブの方にまた戻りますから、そうですね、そっちの、ね、様子もまた眺めつつ、Jリーグも楽しみつつ、海外リーグも楽しみにしつつ、そうですね、うん、我々できるのは楽しむことだけですからね、これね、本当そうだわ、楽しむ楽しむほどなんか応援になってると信じましょう、これはね。そうだね。ありがたいなやっぱ言っちゃうね、なんかね、言っちゃう、もう言っちゃうということで、皆様はね、はい、どのシーンが良かったでしょうかというのもね、うん、書き込んでいただけるとお願いします。嬉しいです。
どのシーンが良かったですか？あのかかとで伊藤純也と久保建英がパーンパーンって繋いだシーンも良かったですね。蹴鞠みたいな、ね、あれ良かった。あれも良かったですし、ヒールでこうねバックヒールみたいな久保建英がハッてやったのも良かったし、良かったですね。いろいろありますね。あと町田くんがやっぱり抑えまくってたのも良かったな。あと遠藤と森田がね相手挟んで。うん、への字眉にしたことどこですね。相手がね、もう大変だったもんね。アウト、な狩りを見たような、ね、高度な部族の狩りを見たような気持ちですよね。俺絶対突破できねえみたいなね。こんなの無理じゃんみたいなね、顔してましたし。あったわ。そこ引き連れてね、プリンスが躍動してましたよ。うちのプリンスが。いやー、そうだね。あとは橋岡くんがあと悔しがってるみたいですよ、マサ。あ、そうですか。やっぱスタメン取れなかったからね、この2試合で考えたらね。出たかったやんってことか。うん、途中からは出たけども悔しいと。だそのあたりもだから、なんかこうまた次につながるものがあるんじゃないかって、ドラマとかね。ね、出てくるかもからですから。そうだね。ね。いろんな楽しみがあるね。今後にも。もう試合後にね、ありがとうございました。もう即まとめていただいてね、動画一本撮っていても考えられないことです、僕からしたらね。ありがとうございます。頭の構造のね。ありがとうございます。ですけどね、すみません。今日も勉強させていただきました。ということで、お昼の休み時間ラジオ、こちら毎日やっております。チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。お願いします。また、今日の夜ですか、うん、はい。はい。お願いいたします。お願いしました。おいじゃねー。またでー。ありやんしたー。